おい、どうも、初めて浜です。これ言ったら始まりです。どうも、初めてです。どうも、初めてです。はい、ということで、今回はですね、1000年に一度の〇〇っていうのがありますよね。あー、はい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 。1000年に一度の美女って、実は結構その辺で転がってるんじゃねっていう。だって実際結構エキストとかでも結構いるよ、ちょいちょい。全然いるよ、ね、ちょいちょい。なんなら人間生まれてきた時全員天使やし。ああ、間違いない、うん、間違いないです。なので1000年に一度の美女って実際何年に一度の美女なのかっていうのをね。いや、それ結構知りたいわ、我々3人で計算していきたいと思います。というわけで、メイケットパーセボーミーズ計算するんだからな、橋本かな。1000年に一人の美女って誰が言い出したよな。1000人に1人の間違いじゃないですか、例えば。1000人に1人っても全然美人やと思うんやけどな。いや、実際ね、1000人人見たらさ、1人はまあ可愛い子おるんだろ。学年に1人はめちゃくちゃ可愛い子いましたよ。あ、いた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 。マドンナ絶対おるから。マドンナ絶対いる。うん。じゃあまずさ、じゃあ学年にスーパー可愛いと言われている子たちって、うん、何年に1人の美少女なのか。いや、それ考えよう、まず。はい、ということで、具体的なイメージをね、ちょっと持たせるためにちょっと計算したいと思います。はい、まずじゃあ、当時俺、滋賀中220人ぐらいいて、もう超絶選んで5人。ってことはまあ、110分の5人、もうスーパー可愛かった。ちなみに君たちはじゃあ女の子40分の3とかに。いや、僕は240だから。これ結構20分の…だいぶ失礼なことしてるけどね、今。そうですね。今、死ぬほど失礼なこと。これはほんまに実験やから許して。そう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 。何かを得ようとすると何か失わなあかんからね。うん。高校でいいですか。うん。高校は160人中、6人ですかね、多分。おー。で、平均取ったら、4.4%。4.4%。4.4%。ちなみにさっき俺40分の3って言ったんやけど、その中の一人の子と付き合いたくて仕方がない時期ありました。僕も6人って言った女の子と同じクラスだったことあります。まあ、あるやろ、それはあるやろ。なんもお前が頑張らんくてあり得る話やろ、そんなの。じゃあ、年間子供何人生まれてるかっていう、ちょっと調べるわ。夏の出生率高いって言われる。やっぱ冬のね、冬のそなたですね。2016年は47万5098人、生まれてる人数。じゃあ45万ってことでしょうか、間取って。じゃあ、あの年間美少女、はい、19,800人生まれてる。おい、豊か日本豊か。そう考えたらめちゃめちゃ希望生まれるから。そう、はい、これだから365日をこうしたら、うん、まあ何日に1人ってなるわけよね、はい、ってことは1人生まれるのに 0.02 日。0.02 日ってことは、ってことは 0.02 日時間に直すと30分に1人や。30分に1人。美少女が生まれて、美少女が生まれたのに。え、でもあれですよ、本当に生まれたら1人ぐらい僕らと付き合ってくれると思う。いや、そうだ、ほんまそう、ほんまそう、ほんまそう思う、ほんまそう、ほんまそう、よう言うた。だから、それを差し引いて1000年に1人。やばい、やばいんや、マジで。あ、じゃあ、何倍可愛いか。1000年と30分をまず単位合わせる。そういうこと。せんかける、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 出たんやけど、とんでもない数字です、これ本当に。橋本から、みんな、じゃあ今一番好きやった美少女の女の子を思い浮かべて、はい、その子が一体橋本環奈ちゃんに比べたらどれほど分かんねえ、分かんねえ、ほんまに。そもそも1000年に一度とか言うのが悪い、言うのが悪い。これやばいな。ということで、橋本環奈さんみたいな1000年に1人、クラスのマドンナに比べて、はい、1752万倍やばい。何倍？752万倍やばい。マジ？やばっ。あれやりすぎちゃうもん。やりすぎっすよ、これは。だから、そもそも1000年に1人間違ってますから、はい、これで間違ってるっていう確証で。あ、逆にね。あ、確かに。じゃあこれで、うん、あくまで1000年に1度は盛りすぎやと。だって俺の学校のめっちゃ一番可愛かった子、全然可愛かったね。今1752万倍とか。いや、俺たちの青春のあの思い出を飾った美少女たちは絶対に色褪せたくない。うん、これで19,800切ってるから。じゃあ、あの何平方メートルに1人美女がいるかって。ああ、それやりたいや。一様に分布したって。いやいや、確かに日本って38万やから。
それをじゃあ2番で割ってみる、割ってみる。1平方キロメートルあたり 0.05 人いることになります。あ、ってことは約20平方キロメートルに1人いる。結構約、やっぱそう考えたら広いな。いやいや、でもそれ1年ですから。この45万だって全員同い年ってことやな。そうそうそう、だから俺たちの守備範囲が、まあ、4倍ぐらいとしたら5キロ平米に1人妥当ですね。妥当、そう考えたら割と妥当にいる。妥当にいるって。でもあの女の子一回さ、こうつまんで一様に分布させたいから。だから講義とかで一緒に並んどってほしい。だってアイドルグループとか完全に独占してます。ああ確かに。 AKB48 とか言ってるけど、本当はやっぱ一様にするためには GPN2 万とかにするわけ。GPN2 万とか。 GPN2 万。要するに、じゃあ橋本環奈はどこにいんの？それで言ったらやばいよな。橋本環奈宇宙レベルじゃん、マジで。そうだと思って。うん。だからあの、雷光水君エンテやばいよとかの日じゃないよ。日じゃないよ。日じゃないよ。歩き回ったら出てくるからさ。まあ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 。割と。割とそうだね。なんならクラスのマドンナ以下ぐらいかもしれない。ってことは、学年のマドンナ的存在は、伝説のポケモン級っていう、自分で言い張ってもいいと思う。いやいや、そうやと思う、ほんまに。あの、逆もあっていいと思うけどね。ポッポ級の美女。とりあえず橋本環奈の1000年に1人っていうのはまあやりすぎやってことがまあ結論として出たと。そうですね。それはでかい。一応だけちょっとやっとく計算、うん、その中、はいはい、もうちょっと出して。1000年に1人がまあ7人いると。ああ、なるほど。はいはい。1000年に1人が7。またかぶ。またかぶ。橋本環奈級の美少女は2万年に158人生まれているという結果がまず出れましたと。まあそんだけしか生まれへんには2万年から。でもすごいね、やっぱりこう考えるとね。だから2万年を158人で割ると、まあ、何年に1人か計算します。まあどんだけ嘘だったかっていうのはまあ分かるわけです。そういうことやね。はいはい、出ました。はい、お計算した結果126年に1人でございます。おお、まあ10倍ぐらい持ってたけど、やっぱすげえな。やっぱすごい、やっぱすごい、やっぱすごい。江戸時代ぐらいからのレベルってことや。126年に1人でございます。ギリ寿命は超えたぐらいか。ちょうど回ってんじゃん。確かに。生きて死んで、生きて死んでで回ってんじゃん。ちょうどこれって実は女性の将来の平均寿命を表しているというね、都市伝説でもあります。なるほど。なので女性はぜひ長生きしてください。お願いします。はい、僕は多分70ぐらいで。いや俺も早死にしそうだな。早死にタイプです。僕は俺も多分、でもちょっとほんまに言ったらほんまに早く死にそうやからやめと。いやもうまあ生きるもん。